皆さんこんにちは、歯科医師の岩永丈です。本日は4月10日付でクインテッセンス出版株式会社より出版となりましたビジュアル歯科臨床解剖基礎から応用までについてお話をしていきたいと思います。さあ解剖を科学しよう。このビジュアル歯科臨床解剖基礎から応用まで、2019年1月から2019年12月までの12ヶ月間、月刊ザ・クインテッセンスで連載した GP が知っておきたい診断治療のための臨床解剖、こちらの記事をベースとして多数の写真やイラストを追加編集し一冊の本としてまとめたものです。向かって右側のイラストを見たことがある方も多いのではないでしょうか。このビジュアル歯科臨床解剖、そのタイトルにもあるように読者の皆さんの視覚に訴えるよう編集しました。本書の大きな特徴を3つ挙げていきます。1つ目の特徴は豊富なカラー写真やカラーイラストです。本書は全編にわたりカラー写真とカラーイラストで構成されています。同じ構造物をさまざまな角度から観察することにより、例えば甲状歯槽動脈を上顎動の外側から観察する、後方から観察する、上顎動の内部から観察するなどといったように、さまざまな角度から観察することにより難解な解剖学的構造物も頭の中で三次元的なイメージができるようになっていきます。2つ目の特徴は口腔内からの解剖です。この2つ目の特徴が本書の最も大きな特徴といっても過言ではありません。これまでの解剖の教科書では、いわゆるホルマリン固定されたご遺体からの写真のため、可動性に乏しく、口腔の外から解剖を行った写真しか掲載されることがほとんどありませんでした。しかし、私たち歯科医師にとって最も重要な解剖の知識は、口腔内に詰まっています。本書では、新鮮凍結死体を利用し、口を開けた状態で、歯科医師が診療する角度から解剖した、歯科医師が見てみたいと思う写真を多数掲載しました。これにより、もっと臨床に近い解剖のイメージ、つまり、ここに切開を加えると、その下にはどういった構造物があるなどといったイメージが湧いてくると思います。3つ目は、歯学部の学生に必要な基礎科目としての解剖から、今まさに患者さんの治療にあたっている臨床医に必要な臨床に直結する解剖まで幅広く抑えることで、どの段階の歯科医師にも楽しんでいただけるように編集を行いました。卵咽喉や性咽喉といった解剖の試験に出てくるような語句から、舌下動脈や音外神経などといった臨床で絶対に傷つけたくない解剖学的構造物まで網羅しています。それではこれから3つの特徴について一つずつ例を挙げながら解説していきます。特徴1、豊富な写真イラスト。左側は表紙にも使用した写真ですが、さまざまな色を使用することで視覚的に理解ができるようになっています。左側は頭蓋骨を構成する骨、右側は口腔内から見た表情筋です。特徴2、口腔内からの解剖。本書の最大の特徴でもある口腔内からの解剖の写真の例を挙げます。左は音蓋口から出る音蓋神経の写真と、翼突下顎壁から口腔底に走行する舌神経のイラストです。おそらく読者の皆さんもこういった写真やイラストは何度も見たことがあると思います。こういった解剖の理解も非常に大切なのですが、先ほども申し上げたように歯科医師に最も必要な解剖は口腔内から見た解剖です。そのため口腔内から見たら音蓋神経や舌神経がどのように走っているかを理解することが非常に重要になります。右上の写真は口腔内から見た音蓋口や音蓋神経の写真です。実際の患者さんでこのように切開剥離をすることは難しいのですが、このように解剖体では可能です。
こういったことで音外神経がどのように走っているかのイメージを持つことが簡単になると思います。またこちらの右下の写真は舌神経の写真です。舌神経は常々下顎の第三第九趾の近く、舌側の皮質骨の近くを走行していると言われていますが、実際になかなかイメージを持つことが難しいと思います。しかしこのように口腔内から解剖した舌神経の写真を見ることで、よりイメージが湧くものと思います。このように様々な角度から観察することで理解が一段と深まると思います。3つ目の特徴、基礎の解剖から臨床に直結する解剖まで。歯学部の学生には多くの基礎的な知識が必要とされます。そういった基礎的な解剖学知識も本書では広くカバーしています。左の図写真は三叉神経の顔面表層における支配と走行です。また歯学部を卒業し患者さんの治療にあたる歯科医師は、より日常臨床に即した解剖学知識が必要となります。例えば下顎第九趾部には個人差があるものの、顎下旋回によるくぼみがあるため、剥離の際には気をつけなければなりません。では誤って骨膜を破ってしまったらどうなるのか。その奥にあるものを理解していないといけません。その上で注意深く剥離します。このように本書では基礎の解剖から臨床解剖まで幅広く解説しています。最後に本書の序文でも少し触れている舌神経についてお話をします。一般的に舌神経は稀にレトロマーパッドを走行しているから気をつけるようにと言われることがあります。これはいくつかの論文をもとに言われていることなのですが、果たして本当でしょうか。舌神経が本当にレトロマーパッドの中を走っていることがあるのでしょうか。スライドに示している図は2000年に行われた研究で669本の舌神経を新鮮凍結したいで解剖したデータをもとに作成されたものです。これが正しいのか正しくないのか、本書を読み進めるとその答えが見えてくるかもしれません。本書が歯科医師の皆様の明日からの臨床、そして歯科学生の皆様の明日からの勉強に役に立つのであれば非常に嬉しく思います。岩永ジョーでした。